おかえりなさい。ただいま。来た来た。おっしゃ来た。あぶた。うわ。え、ちょ釣れがんそれ。ういでかいの来たよ。でっかいの釣れちゃった。いやまさかの数釣りは思ってたらな。いやいやあるんですって。これでも、うん、今これでフラットで出たじゃないですか。はい。じゃあさっきのポッパーとか、はい、ノイジーとかで出たかと言われたらそれは違うんですね。出ない出ない出ない。それは出ないんです。出ない出ない。今の状態ではね。なるほど、うん、でもいい時間になったら出る。なるほどなるほど、うんうん、だからその時にオータルアを使うことが入れとく重要いいということ、うん、いや勉強だったわ。ほんで気分がいい今日は、うん、もう朝から俺も朝っていうかちょっと思ってるんですけど、はい、数担当、はい、サイズ担当だ。まあ、だってこれ日本いいの来たからね。そうですよね、うん、なんかウィードに引っかかったんかなみたいな、はい、そういう感じやったんですけど、ビッグバスでしたね。このかな。いやいや。もう40超えております。ダブル40超えております。こんなことができるのがバス釣りの魅力なわけ。そうなんですよ。これも一見数釣りなんの延長っていう場合、なんていうのかな、側面もあるんですけど、はい、こういうちっちゃいルアーでも大きいバスが来るんですよ。で突然大きいのが来た時にちゃんとキャッチできるラインを使うとか、タックルを、うんうん、ドラグを準備しとくとか。今ねこれラインがアーマードの 0.85 0.8、うん、でリーダー、ショックリーダーがナイロンの8ポンド入れてます。さあ今から午後スタートということで、はい、ここはねあそこら辺が木の浜っていうところ、はいはい、でまあこっち赤の湯ワンド、赤の湯の車両側ですね、はい、水深がだいたい2メーター前後ぐらいでカナダモーベースのエビモがあるようなところ。はあ、い、結構ウィード濃いですね。ぐちゃぐちゃですね、うん、でちょっと広いんで、はい、ポッパーというよりはノイジーで、ほうで下ちゃんにビッグフィッシュ来たじゃないですか。ありがとうございます。ポッパー、はい、バラしたですね。うん、バラしたけど、うん、だけどあの時にちょっと巻いてピックアップの時に動き出しでドバッてきたんで、はい、ちょっとこういう巻くようなノイジーでもいけるかなっていうのがあったんで、うん、あとはポッパーだと短時間で広いエリア攻めにくいじゃないですか、ポーズがあるんで、はいはい、なんでねちょっとここすごく広いんで、はい、ノイジーで巻いてちょっとやっつけたいな。なるほど、はい、最初ゆっくりめでしっかり水をかましたらあとは巻いてる。でノイジーだと多少波風があっても出ますんでね。はい、だからウィードがこう見えてるところのちょっと横あたりを通すイメージで、はい、で一見何にもないように見えてもそこ下カナダモがあるんで多分出ると思います。なるほど、はい、これでねブルーギルとかが浮いてたらノイジーすごくいいんですけどね。へえ、なんかシルエットがそれっぽくないですか、ちょうど。あ、そうですね、うん、あのルアーがブワッと引き込まれへんかな。消えるよねえ。ノイジーで出たらね、でかいですもんね。まあでかいのが来やすいですね。ねえ、ヒットしても焦るべからず。そうです。ここはちょっと風がましやから、はい、でちょっと狭いとこなんで、はい、ポッパーで、まあ、基本的には水面が穏やかやったらポッパー。そうですね、ちょっと波風があるようやったらノイジーで狭いとこやったらやっぱりポッパーの方が食わせ能力が高いんで止めれるし、はい、で広いとこやったらノイジーの方が探る能力が高いんで。なるほど、最もいいですねポッパー。え、最もいい藻が生えている。最もいい、なんていう藻ですか。フサモ。フサモ、これが最もいい。最もいい。トップで回るといかにエリアが、あ、ここいいなとか、うん、ここすごく小魚いるなとか、はいはい、ちっちゃいバスいるなって分かりません。そうですね、ね、だから前回来させてもらった時とやっぱ攻め方が全然違いますね。ああ、そうですね、同じポッパー使ってやってますけど、うんうん、前回はもうシャローのできるだけああいうとこでしたもんね、うん、その方が浅くて温まりやすかったんでね。なるほど、その季節時期によって狙うポイントも変わってくると、はいはい、今だとちょっと水深があってカナダモベースのエビモとかがいいんですけど、うん、それが今風でちょっとできないんでね。なるほど、お、食った。食いましたよ。ああ、置いといて置いといて置いといて。今、うん、バシャン来ましたよ、うん、見ました。わー、なら乗らんかったね。バシャンありましたね。しょうがないね。うん、惜しかったな今。惜しい、やっぱ来たね。うん、今画面上伝わってるかどうかわかんないですけど、私も見てましたよ。僕今
すごいドキドキしてます。あ、そっちバットじゃなくて、うん、僕今すごいバクバク言ってます。で待たなあかんと思ってね、うん、そうですね、ちょっと待ってみたいんやけど、あれでよかったんですか、あれでいいです、あれでいいです、乗らないのはしゃあない、しょうがないしょうがない、うん、まあでも今のはこうパシャってなった時に待てた自分を褒めてあげよう、あ、そうですね、うん、綺麗やな琵琶湖、あれ向こうめっちゃ綺麗やん。しもちゃんしもちゃん出番出番、完全に朝と同じボイル、チャンスタイム到来です。黄色からちょっと右、素晴らしいです、一撃で決めたいなこれ、黄色の左にちょっとポンポンポンって頭出てるんで、あそこ行きましょう、はい、黄色の左5メーターぐらい、お、いいね、あ、ぴったりぴったり、よし、移動しましょう、おい、さあちょっと日も傾いてまいりました、はい、残り時間で上げたいですね、お願いします、まあでもこの中でもなんとか一匹引きずり出して優秀の美を飾りたいね、いやほんとそう、エンディングでやっぱハッピーエンドでドーンと締めたいから、ラスト30、そうですね、ちょっと風もあるしノイジーで、はい、一発決めましょう、ある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 、ノイジーなら出せる、うん、これ出せますね、うん、決めるよ、決めるよ、ここで出たら最高だ、うわ来た、よっしゃ、うわ来た、立てて立てて立ててます、来た、うわバシャン来た、立ててまく、立ててまく、よし頼むよ、慎重に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 、ここはもったいない、慎重に行こうな、あれいいよ、巻いていいよ、巻いていい、巻いていい、もっと巻いていい、来てる来てる、うん、巻いていい巻いていい、よし、どこや、来てる来てる、頼む、うわでかい、頼む、もう一回もう一回行くよ、頼む、もう一回行くよ、頼むよ、これは頼むよ、これは頼みます、ほんまに頼む、よし、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、やった、ほんまに嬉しい、残り何分、クロスさんありがとう、最高、まさにドラマ、ラストねポイントじゃあもう変えると、俺 LINE 送っといた、頼んだで頼んだでと、でっかい、これ来たんちゃいますか、来たんちゃいますか、最高記録 51cm 来ました、51、最高記録ですね、はい、51、どうでした、初ノイジーフィッシュが50アップ、いや最高に気持ちいいです、食べられちゃうかしら俺。やいやいい、いい笑顔してる、最高や、いい笑顔してる、こういう顔になりますわ、よかったです、おめでとうございます、本当にありがとうございます。いや僕何もしてないから、しもちゃんより僕の方が嬉しいから。いやいやいや、ガイドってそういうもんなんですよ、あ、なるほどなるほど、やっぱ最後まで諦めちゃいかんという、ダメです、僕の、ね、僕の釣り人生の中でも、はい、本当にもう最高クラスのこの、ああよかったです、いい思い出ができました、よかったですよ、ね、楽しすぎた、これがバスフィッシングです、いやまさにそう、これはやめられんよ、皆さんもぜひこの感覚味わってください、クラスさんどうもありがとうございました、こちらこそおめでとうございます、はい、また次回もよろしくお願いします、はい